はい、皆さんこんばんは。休校中の皆さんの数学の勉強を応援するウェブ朝倉学校、4月8日です。本日は円その2、円と弦についてやりたいと思います。で、副題としてなぜ円の中心は O と書くのかということを、お話ししたいと思います。それでは、で、この朝倉学校の、4月の、この基本的な方針をお示しておきたいと思うんですが、大体10分から15分ぐらいの授業を考えております。で、小学校高学年から高校生まで、貫く数学の共通事項を重視します。で、その意味でちょうど円と三角形というのがそのテーマとしていいと思いまして、それを、まずは円の連続シリーズをやらせていただきます。で、次に数学用語に関する英単語も復帰します。で、英単語をなぜやるかというと、別にこれをすぐに覚えようというわけではなくて、数学系の英単語に慣れていくと、それが実は結構英語の語彙を広げることにもつながりますし、どうせ高校に行ったら数学、英語を勉強しますので、その準備にもなるということですね。それからもう一つ、 Google Classroom に、クラスを、開設しております。クラスコード J2X5DZ、ここで、関連動画の、関連質問なんかを出して確認できるようにしますから、ご活用ください。それでは、はい。で、このシリーズはコロナの、緊急事態宣言なんかも受けながら、それを乗り越えるために休校中に頑張っている皆さんを応援しようということなんですが、私が前に思いついたコロナの数式というのを また言いますね。コロナ、苦労と苦闘で割り、乗り切れば幸せの数字ラッキーセブンとなるということで頑張っていきましょう。それでは、円と弦ということですね。で、円の中心から、円の持ってる性質で面白い性質がいろいろあるんですが、今日は円とその弦の性質のことを中心に やりたいと思うんですが、円の中心から2の弦、いろんな弦を描けますね、円のところには。2の弦に下ろした、垂線は垂直に下ろすと、弦をちょうど2等分する。弦をどこに弦を描いてもちょうど2等分する性質があります。で、これは実は、中学校3年生以上の人は数学を証明で、図形の証明と学んだと思うんですが、その原理でいうと、斜辺、中学校2年生以下の人はあまり気にしないでください。斜辺と一辺が共有ですね。斜辺と一辺が、等しい直角三角形は合同であると。この2つは合同である。よってここの線分とここの線分は長さは等しいということになります。さて、次に円の性質のもう一つとして、接点と中心を結ぶ、半径と接点と中心を結ぶ半径と接線は垂直である。この円に接する線を書くんですね。1点だけで接する線を書くんです。で、いろんな接線が描けます。で、そこに中心から、半径を描いてみると、その接点に向けて半径を描いてみると必ず垂直になるんです。で、これは実は非常にこの図を見ていただくと分かると思うんですが、この線がもともとあったとします。そしてここの線に向かって円がだんだん浮上していく、上に上がっていくイメージを持ってください。そうすると、今最初にあった原理から、ここの水、ここの2等分、弦に下ろした垂線 を2等分するということは、裏返して言うと、この弦の垂直2等分線上に 円の中心があるということですので、この垂直2等分線上に円の中心があります。で、これも垂直2等分線上に円の中心があります。で、この接点になるギリギリの手前ですね、非常に短い、2つの交点がある。で、その中間に垂直に立つわけです。で、そうするとさらにギリギリに行って、これが1点で交わったところでも垂直という事実は残るんですね。ということで、円、接点と中心を結ぶ半径と接線は垂直となるということです。
さて、先ほど最初にお示ししましたように数学の、話をしてるんだけどなぜか英語の単語をいろいろつけてます。これは2つ意味がありまして、まあ、やがて高校で数学なんかも英語で学ぶことが英語で学ぶというか数学の用語も英語に出てくることがあるので、まあ、あらかじめ慣れておいた方がいいという意味と、それから実は英語の意味を考えていくといろいろ面白いことがあるんですね。さて、なぜ円の中心、円の中心は数学の教科書とか見てみると O と描かれていることが多いんですね。で、なぜこれ中心を O と描くんでしょうか。で、円の中心の絵がセンターですので C と描いてもいいのになぜ O と描くのか、まあ、これは円が丸だから、O になってるわけでも ないんですね。なぜでしょうか。何かの 略語でしょうか。英語の、はい、これ実はね O の意味は、原点という意味なんですね。あの原点というのは座標、昨日もお示ししましたけど X の値が変化すると Y の値も変化するようなことをグラフにしたものをあの関数と言いまして、その関数をこの縦と横の軸の上に点をプロットしてつなげたものが、まあ、つなげて描くんですけど、そういう X の値と Y の値のことを縦横に軸に書いたものを座標って言ってます。この座標はまたいずれしっかり学ぶ、機会を作ろうと思いますので、まあ、今日はこれ以上説明しませんが、実はその座標の X 軸と Y 軸の交点は O なんですね。これオリジンの O なんです。で、これあの中にはゼロの O だと思っていた人がいるかもしれませんけど、これオリジンの原点の O なんです。で、実は円の中心を O としているのはこのオリジンと同じ、まあ、意味合いで O にしている、まあ、つまり円の中心部分ということですね。で、なぜじゃあ C と書かないかというと、これ多分単純な理由で、まあ、これ明確な証拠はないんですが、数学の図形系では三角形 ABC とか ABCD、四角形 ABCD とかアルファベットの最初の文字から順番にその 辺の頂点の記号で使っていくんですね。そうするとシートの結構、円と付随して書く三角形にどうしても使わなきゃいけない。で、そうすると C、センターの C を使うのはまずいということで、まあ、オリジンの方がいいと。それから実は高校に行くとこの座標の中に単位円というのを位置づけることがありますので単位円の中心だということもありましてオリジンになります。さて、余談になりますがついでに英語の勉強してしまいましょう。オリジンというのは起源という意味ですね。起源、出身、はい、で起源とか出身とか原点です。で、まあ、これ同じこと書いちゃいましたけど、でオリジナルというのは、まあ、日本語にもなっていますけど独創的なとか最初の起源から始まるということですね。オリジネイトが起こる、生ずるということです。さて、でオリジンという似た言葉にオリエントというのがあります。で、実はギリシャ由来の英語の接頭辞でオリというのがありまして、これ最初を意味する接頭辞なんですね。そうすると最初に生まれたものだからオリジンですね、起源ということです。で、オリエントというのは東洋という意味なんですが、オリエンタルランドとかありますよね。その東洋という意味なんですが、なぜかというと東から太陽が昇ると、東から太陽が昇る、つまり太陽の出発点、最初の出発点がオリということでオリエントという東洋というふうになりました。で、まあ、英語では正確には東洋は、まあ、ザ・オリエントというふうに、まあ、O を大文字で書くんですが、あの東洋のことを言います。で、西洋はあのまあ、あのそのままの通りウエストですね、ザ・ウエストということになります。まあ、ちなみに東西南北はこうなります。まあ、ちなみにあのよく、ニュースという言葉がありますよね、新聞報道のニュース、ニュースがあの、まあ、東西南北の 2NEWS なんで東西南北を示している、東西南北の出来事を追ってるからニュースだという、まあ、成り立ちだという噂がありますけど、それはまああんまり根拠がないみたいで、まあ、新しいものを伝えるからニュースということですね。さて、それでは、その東洋という意味もあるんですけど、これまあだから太陽が昇り始める場所ということで東洋という意味なんですけど、実は関心があるという言葉にもなります。つまり太陽が昇る方向に関心が向くというか、まあ、そういうようなイメージで捉えていただければいいと思うんですが、まあ、関心があるということですね。
でちょっとまたあのこれはまた別の機会になると思いますけど、性的指向セクシャルオリエンテーションとか、まああのいう言葉もこの関心がある性的な指向ということになりますね。さてオリエンテーションっていうのはあのどっかでカタカナ語で聞いたことあると思うんですが、まあ、特に大学生の皆さんは入学するとオリエンテーションがあると。でこれは大学の勉強の方向をそのガイダンス、あ、まあ、その指し示すという意味でこのオリエントから来てるわけですね。さてじゃあ話をまた数学に戻しましょう。さて次に平面上の2点を通る円は多数描けるということです。まあ、これは、まあ、今日円と弦の性質を学んでいくんですが、まあ、ここに2点あると。でそうするとここを通る円だったらこういう円も描けるしこういう円も描けるしこういう円も描けると。ただなんか描ける、まあ、多数描けることは分かるんだけど なんかこの円に何らかの共通性があるんじゃないでしょうか。ちょっと考えてみてください。それから平面上の一直線上にない、まあ、これ一直線にあるとダメなんですけど一直線上にない3点を通る円は1つのみ描ける。まあ、確かに1つのみしか描けなそうですね。それではなぜ1つのみ描けるのか、そして1つのみ描けるとしたら実際作図するときにはどう描いたらよいのかということを学んでみたいと思います。で、YouTube 見てる人はここで止めてちょっと考えてから進んでみてください。それではいきますね。で円外にある円から引いた二接線の接点までの長さは同じ長さと通る円は多数描けると。あれ、まあこれちょっとここなんか間違いが入っちゃってますね。まあさっき言った、2点を結ぶ円は複数描けるんですけど、これは実は共通の線としては2点を結ぶ線部の垂直二等分線上にあるということ、ちょっとこう重なってしまいましたけど、ということです。でつまりここがこれ直径にな、この小さな円にとっては直径なんですが、この円にとっては弦です。でこの円にとっても弦です。で弦、さっきの話にあったようにこれですね、これか、これです。弦に対して垂直二等分線を下ろすとそれがちょうど中心を通る、まあ、弦に対する垂直二等分線は中心を通るというのがありますので、まあ、実は2点を通る複数の円は、その2点の垂直二等分線上に中心があるという共通の特徴があります。だから縦につながっているんですね。まあ、ちなみに最近の話でこの形、このまあこれ重なっちゃってますけど3つ玉が重なってるのって昔流行ったなんか流行の歌でなんかこういうのがありませんでしたか。団子三兄弟というのがありましたね。団子三兄弟、団子が3つ重なって、まあこんなに重なってませんけど、まあ、連なってると、まあ、この形に、まあ、似てるといえば似てますね。で最近ちょっとが団子三兄弟の、悲しい、まあ、ちょっと世相を反映した話がありまして、団子三兄弟たちは今接触できないみたいですね。3密を避けるために三兄弟、接触できないくて困ってるというようなあの、まあ、小話を聞いたことがあります。さてそれでは次、3点を通る円は1つのみ描ける、なぜかということなんですが、実は3点のこの どこでもいいんですけど、こことここを選んでみましょう。でそうするとここが描くべき円の弦になるわけですね。でここも描くべき円の弦になります。で先ほどから言ってるように、弦の垂直二等分線の、延長線上に 円の中心があるということなので、この弦にとって中心は必ずこの垂直二等分線上にある、この円にとっても中心は必ずこの垂直二等分線にある。そうすると2つの弦を描くとその交点が出てきます。その交点が垂直二等分線の交点となることになります。それでは実際にあの作図で、確かめてみたいと思うんですね。で画面を移動せずにやるためにちょっとこういうのを作ったんですけど、これちょっとこれからここにコンパスを立てるのでちょっと不安になる人がいるかもしれませんけど、一応このここに紙が何枚か埋めてますので、
ちょっとブロックの形になってまして、ここで実際に作図をしてみたいと思います。はい、まあ、実際皆さんがやるときには机の上でやってみてください。3点、はい、3点ですね。さて3点の弦を選びます。実はこの線は描かなくてもできてしまうんですが、まあ、一応描いてみましょう。でこうやってちょっと手作業で無理な姿勢でやってますので、微妙にずれることはお許しください。こうですね。さてで、それぞれの垂直二等分線を描いています。垂直二等分線はそれぞれから適当に幅測ってこうするんですね。でこれも適当に幅測ってこうする。でそしてここを結ぶと、ここを結ぶ、この弦に対する垂直二等分線がここの上にあります。じゃあその次に、これちょっと大きく書いたけど、ここの弦に対する垂直二等分線、ここと、ここですね。で、ここを結ぶわけです。これ。ここを結びます。そうすると、この垂直二等分線2つが交わったところが、描くべき円の中心になってるはずです。で中心になってるべきところをちょっと黒い点で表しましょうか。ここですね。ここです。でここから幅取りをして、まあ、どの点でもいいんですが、ここに合わせてぐるっと巻きます。そうすると見事3つの赤い点、3点を通る円が描けましたという形でありますので、実際に皆さんは一回机の上で今私やったのと同じことをコンパスで確かめてみてください。で、聞いてる大人の方で、まあ、コンパスなど持ってない人は、ぜひこの機会に、まあ、ちょっと家の近くのホームセンター行くぐらいは、この状況下でも大丈夫ですので、お買い物ついでにコンパスを買って、三角定規を立って、中学生と一緒に、勉強するつもりで、この楽しんでいただけるとよろしいかと思います。それではご清聴ありがとうございました。